が開けば開くほどその消費需要っていうのが、低迷してしまう可能性っていうのがあります。だとすればですね、そのベーシックインカムによるですね再分配というものが実は経済成長にとっても必要であるということが分かります。需要が足りないがために経済が成長できないということがこれから起きてくるかと思うんでですね、その需要をその、喚起するにはどうしたらいいかといった時に、貧しい人に、お金を配るということがですね非常に重要になってくるかと思います。つまり経済成長のためにもベーシックインカムというのは必要だというのが私の考えです。자본주의가그대로두면기술을완벽하게발전시키지않을수있다라는의심을해야된다고생각합니다오히려기술을발전시키기위해서는사회적인개입이필요하고그리고그사회적인개입의수단으로기본소득을생각해볼수있다기본소득을도입하고기본소득의지급수준이올라가면은예컨대임금이높아올라갈거고임금이올라가면자동화압박을받게될거고더많은자동화를할거고더많은자동화를하면은더높은지식생산성을누리게되고더빨리탈자본주의를이용할수있다데이터가천연자원으로비유되는이런상황이데이터를생산한노동이 SNS 다라고이야기하면서이사용자들의노동에서빅데이터가만들어지고있다는이야기를한편하고있고요일상적인네트워크활동이곧오늘날가치창출의가변자본이자불변자본이된이러한시대의기본소득은당연히현대를살아가는네트워크속인구들의당연한권리로서자리잡을수있을거다라는게 Because of the global nature of these platform companies, you're going to need global international cooperation in order to bring it about. Now, the optimistic thing here is that eventually you could get a world basic income, and we do need some way of controlling them, but as yet, I don't see the way forward.